ライオット JP がもうちょっとで始まるか。WCS まで何か話して雑談して終わろうかな。ハルさん付き合ってんの？付き合ってねえよ。どこ情報だよ。付き合ってねえわ。ルンテラやった？まだもらえてないって人さすがにないでしょ。みんなもらえた？そんなもらえないもんなの？カードゲームの経験は俺遊戯王だけ。ホワイトデッキ、表サイバードラゴンデッキね、表サイバーデッキ、お邪魔デッキ、6部集はやんなかった。6部集人気だったやん。ライトロードね。はい、ライトロード。そう、ライトロード。ライトロードを友達とやるとさ、めっちゃ嫌われんの。俺のターンすげえ投げんだ。あ、そうだ、デッキから捨てるんだ。そうだった。あと俺、地味にあれも楽しみ。デュエルマスターズのスマホ。デュエマのスマホゲー。もう、最初のこの、バルキリードラゴンから懐かしいしな。すごない？ここら辺とか。ドキッとすんだけど。俺なんかさ、俺なんでなんだろう。このカードすげえ懐かしくて、コロコロコミックとかに出てきてたっけ？俺これなんかすげえ懐かしさを感じたんだよね。クリスタルランサー。うわ懐かしい。俺これ盗まれたんだよな、友達に。俺盗んだやつ分かってたんだけど、なんか優しさで言えなくて、なんか思い出詰まってるわ。俺盗まれたんだよこれ。俺まだ根に持ってんだよな。そいつの顔思い出せるもん。小学生の時に俺このカードを盗まれて、そいつって分かってたんだけど、一応先生には言ったんだよ。先生、カード盗まれましたって言ったんだけど、言わなかったの、名前を。これ盗んだ記憶のある人は手を挙げてくださいと。で、これ顔を伏せてね。顔を伏せて、盗んだ人は手を挙げてくださいっていう下りの時に、そいつの顔を見たらガクガク震えて、もうやっちまったみたいな顔してたから、俺優しさの方が勝っちゃって、あいつですって言えなかったマジで。もうブルブル震えてたの。なんか小学生の時、うちのクラスというかうちの学年、盗みが多くてさ。なんか知んないけど、うちの学年、盗みが多かったの、すごい。なんかスラムだったのね。あ、そうだ。あともう一個盗まれたの思い出した。俺クラスで一番可愛かった小野だっけ。一番可愛かった女の子にレッグーザ貸してって言われて、レッグーザ交換したんだよ。で、一週間後に返してって言って、レッグーザ返してもらおうとしたんだけど、お姉ちゃんに取られたって言って、そいつがお姉ちゃんにレッグーザ盗まれて、もう戻ってくるルートなくなって積んだんだよね。レッグーザバグられたんだよ、小野ちゃんに。いや、マジ可愛いから油断した。お姉ちゃんがゴミだった。彫刻刀の話はもういいよ。彫刻刀の話はもう本当に定期的にしとるやん。俺何回話したら済むの？聞いたことある話たくさんいいんだろ。中学生の時に技術の時間にさ、彫刻刀の授業があるじゃない。で、うちブレザーで、ちょっとブレザーの素材が硬くて、で、丸刀で背中にブレザーの上からちょっとつついても貫通しないの。だからこうやって友達に丸刀で、おいってやって、はい丸刀でしたーみたいなのが中学生だから面白かったんだよね、すごく。えいー、はい丸刀、よいしょー、はい丸刀でしたーっていうのがおもろくて、みんなでやってたんだけど。で、俺もその流れの中にいて、もうすごい友達と遊んでたんだけど、俺がその丸刀を持って、友達の背中に、イエーイ！アイ丸刀でしたーと思ったら、なんかちょっと沈んだんだよね。え、何この今の感触何と思って見てみたら三角刀で、しっかり人のこと刺しちゃってさ、ズサッつって、5針ぐらい縫ったな、そいつ。太田って言うんだけど。ラグビーやってたガタイのいい太田って言うんだけど、中学生の時に。本当にそいつがめちゃめちゃいいやつでさ。
あいーってやった後、なんか痛がってるからブレザー脱いだら背中中血まみれなの。で俺もいやもうどうしようどうしようってなって、で太田も病院連れてかれて5針縫ってさ帰ってきたら、菅原俺たちがこの遊びちっちゃったのも悪いからみたいな、その中でたまたま三角刀だっただけじゃんみたいな、気にすんなよみたいな。自習室で校長先生と副校長先生と担任二人で話して、で俺自習室でボロボロ泣いて謝って、ごめんおたごめんおたマジでもうお前本当にいいやつだなみたいな。でも優しくてさ仏で太田は。で自習室で話し終わった後にまた全然いつも通り遊ぼうなみたいな。でその時には流行ってた遊びがもう一個あって、ワイシャツあるじゃん、ワイシャツにポケットあるでしょ、ここのワイシャツのポケットをガッて掴んでビリッて破る遊びがあったのね。太田にその背中刺しちゃった後謝って、でそのここポケットビリーだけやって、はいやり返しはなしな、これでこの話は終わりっつって、もうその後はもうその背中刺して話は太田は一切してない、もう引きずることもなく、かっこよと思って、太田かっこよ、お前いいやつだな太田。なんかこの学校おかしくね、いや別に犯罪とかはないんだけど、まあ犯罪いや刺したはまああいつが許してくれたから、でもなんか校則を破るぐらい、うちの可愛いもんよ、なんか校則を破ってギャハハぐらいの可愛い感じだったね。いや A 君はちょっとやんちゃだったかな、 A 君はバカだったんよな、あいつはバカだったんだよな。あの86人いたんだよ学校に、で俺が85位で学力が、 A 君が86位で一生動くことなかったの、中学1年生から中学3年生までそのトップ2は守り続けたのね。で俺とは親友なの、俺と A 君は。 A 君はちょっとバカの振り方がちょっとおかしくて、 A 君中学2年生の時に円筒にはまったの、円筒に何でも円筒しちゃう病気にかかったの A 君。そこに革靴とかがあったらなんかもうムズムズしちゃって、 A 君イエーッってもうなんかもう抑えきれなくなって、自分の中の円筒欲がもう猿なの、ディアーッって円筒しちゃう病気になって、である時にトイレで早弁かなんかしてたんかな、あいつ自分の弁当をその2階の窓から外に向けて遠投しちゃって、学校の隣が教習所なんだけど、教習所の人に呼び出されて2週間ぐらい昼休み休み時間削って清掃しに行ってた。もうほんとわけわかんなくて、この話はこれ多分 A 君が一番やばかった話。急になんだよ、よう、よう、横山エリート、菅原ニート、エイ君なぜか弁当を遠投。弁当を遠投。